このガイドではデフィユの製品ウェブサイトでウルチマトークンを使用して Unity Split ライセンスを購入する方法についてご説明します。デフィユのウェブサイトにアクセスしてください。右上のサインボタンをクリックしてログインします。ダッシュボードが表示されたら、右のリファラルリンクの下にある Unity Split セクションを選択してください。ページを下にスクロールすると Unity Split ライセンスセクションで購入可能なライセンスのリストが表示されます。現在プロモーションが行われている場合、最初のタブにその範囲内で提供されるライセンスが表示されます。プロモーションライセンスの購入手順もこのガイドの説明と同様です。適切なライセンスを選択し、 Purchase 購入ボタンをクリックしてください。支払い方法を選択するように求められるウィンドウが表示されます。ウルティマを選択し、条件に同意するためにチェックを入れ、 Purchase 購入ボタンをクリックしてください。表示されたウィンドウにはウルティマによって指定された金額とウォレットアドレスが表示されます。トランザクションをモバイルアプリから送信するための QR コード形式でもアドレスを表示することができます。指定されたウォレットに必要な金額を送金してください。画面に表示されている正確な金額を送金してください。支払い完了のお知らせをお待ちください。ライセンスをアクティブ化する必要があります。メニューセクションの My License 図に移動し、購入したライセンスを見つけてアクティベートボタンをクリックしてください。アクティベーション履歴を確認したい場合は、アクティベーションヒストリータブに移動してください。完了です。ライセンスを購入しアクティベートしました。これでライセンスの利用可能なリミットに基づいてスプリットコントラクトを締結することができます。ご質問がある場合はいつでもサポートチームにお問い合わせいただければ幸いです。よろしくお願いします。